どうもこんばんは。もう12時ですね。12時、いつもながら早く寝る早く寝る言って寝てないんですが、今日こそもう睡眠薬飲んで寝ます。もう体調がすごぶる悪いです。もうネガティブすぎて。なんでネガティブかっていうと理由はないんですけどね、理由はないんですけど、とにかくもうそういう性格なんですよ。もう性格っていうか病気なんですよ。だからもう季節の変わり目しんどい。これはもう子供自分からやでね、季節の変わり目あんま好きじゃなかったんでね。まあ子供の頃はそんなん考えてなかったですよ。ああ季節の変わり目やなんてそんなん考えることはなかったけど、でも、やっぱり9月10月頃っていいこと起こった試しがないんですよ。たまたまかもしれないけどね、たまたまかもしれないけど悪いことが重なって、いたんで、今思えばまあ子供の頃から季節の変わり目はダメなんだなと。だからもう睡眠薬、まあ今日は休場、今日は休場っていつも休場なんですけど、飲んで寝ます。元気になってね、またね暴れたいと思いますんで。牛乳で飲んでるんですけどね、まあ僕こう見えてもこう見えてもってどう見えてるか分からんけど、まああんまお酒はそんな強くはないんですよ。よう飲んでるイメージがあるけど、酎ハイかビールしか飲まないんでね、酎ハイかビールしか飲まない。あと梅酒、酎ハイ梅酒ビールぐらいしか飲めないんでね、あとはもう水かお茶か牛乳しか飲まないんで、ジュースとかは飲まないんで、炭酸類は炭酸だから、炭酸類が弱なったからもうビールも酎ハイももうしんどなってきたから、梅酒飲みに行ったら梅酒が多いけど、まあああ断捨離生活も今だいぶ進んできて、まあ SNS もね断捨離の対象に入ったんで、もう Twitter も Facebook もインスタも何も やってないっていうか、まあアカウント、インスタは完全にアカウントも消しましたけどね、ツイッターもフェイスブックもアカウントは残してるけど何もやってないんで、もう消してもいいぐらいなんですけどね、もういらんから、トラブルの元やからね、まあ、もう今週病院の日なんですよ。今週病院の日でね、
まあ、またそれも憂鬱やしな、もう音楽聴きながら早く寝落ちします、まあ皆さんも早く寝てください。言いたいことは山ほどあるけど、もう今のところはやめときましょう。もう寝る。おやすみ。じゃあね。